人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回は機動戦士ガンダムクロスディメンション0079の続きをプレイしていきたいと思います。で、第11話ソロモン攻略戦ということになっています。で、実はですね、ちょっと何度かこのステージ挑戦したんですが、ことごとくビグザムに跳ね返されてます。まあ、もっと言うとですね、ビグザムというかビグザムにたどり着くまでにかなり消耗して最後ビグザムにやられる、まあそういうシチュエーションがどうしても多かったので、まあ、今回はですね、まあ、なんとかガンキャノンのカイとハヤトもうまく使ってですね、いかにしてアムロのガンダムを消耗せずにドズルのビグザムまでたどり着かせるかというのをですね、ちょっとコンセプトにプレイしていきたいなと思います。このビグザムですね、メガ粒子砲を数ターンおきに撃ってくるので、そのメガ粒子砲を食らうとですね、もうその時点でやられてしまいます。ゲームオーバーですね。で、アムロのガンダムなんですけども、ちょっとムーブですね、移動距離が出るようにパラメータをチューニングし直してます。まあ、これでなんとかですね、ビグザムの元にいち早くたどり着きたいというふうに思ってます。で、カイはレベル13で、ハヤトがレベル4なんですよ。まあ、ハヤトが全く使い物にならない状況があるので、まあ、なんとかですね、カイ、これをうまく使っていきたいと思います。では、出撃です。で、このステージはですね、まあ、皆さんよくご存知の通り、スレッガー、注意がですね、まあ、戦死する、まあ、そういうステージになるのかなと思います。で、ハヤトに続いて、カイ。そしてガンダムです。で、この後、セイラさんとスレッガーさんをコアブースターが出撃していきます。まずはセイラさん。で、この後、スレッガーさんが出て、ステージ攻略開始ということになっていきます。でも、ハヤトもですね、まあ、レベル4のままだと全く使い物にならないんですが、もうすでにレベリングできるような状況でもなくなってます。レベリングすらできないと。というところで、まあ、ちょっとここはですね、僕が序盤間違えたのかなというところで反省点が大いにあるかなと思います。では、まずは、ここにいる貝から動かしていきましょう。マップのね、この端っこに早々に寄らないと、メガ粒子砲の餌食になって強制ゲームオーバーになるんで、まあ、ちょっとそうならないようにね、マップの端にまず移動します。で、このステージに関して言うと、いきなりガンダムが攻撃受けちゃったな。しかも、カイまで攻撃受けてる。とりあえずここは、弾を使っちゃいますけども、早々に片付けて、ハヤトのガンキャノンも死なせましょう。もうカスタだけでも食らってしまいますからね。橋によります。で、このステージに関して言うとですね、もう直進しかないです。ずーっと直進。うわ、ここで食らうか。ここもどうだろうな。カイさんのピンポイント攻撃を食らわせて、これで落ちない、落ちないか。そして格闘もう一回食らう。いやー、カイも早々にかなりのダメージを受けてしまいましたね。もう直進しかないマップなので、
まあ、橋に寄ったままひたすら直進するっていうね、まあ、そういうステージですね。ここでも食らうか、結構痛いんだよな。ちょっとここはもうガンダム先行に見せましょう。こんな感じでもうずっと直進するしかないですね。でみんなそれについていきます。あやとも、まあ、ちょっとでもねレベリングが不可能と言いつつもちょっとでもレベリングはしておきたいかなということですね。結構くらなぁ。でここでビグザムのメガリーショーが決まります。まあ、これは先ほどお話した通りかすっただけでゲームオーバーになるので、まあ、絶対にそうならないようにですね端に寄っておきます。これはね結構まあなんて言うんでしょう、言い方悪いんですけど、まあ、かったるいですよね。でマップが9つに分かれてるんですけども、9つのマップ全部にこのメガ粒子をこんな感じで打ってきます。で、このメガ粒子はですね、敵味方関係なく破壊してくるので、場合によってはですね、味方の、まあ、ドズルからすると味方のザクやドームなんかもね、食らうなんていうことも、ありましたね。さあ、ここでハヤトが予選に行きました。結構食らうんですよね、これね。で、ビームライフルもね、下位のビームライフルは、まあ先ほどご覧いただいた通り、それなりにダメージが通って強いんですけど、まあ、ハヤトに関してはね、もう全く使い物にならないんですよね。まあ、とはいえ、ちょっとでもダメージを取っておきましょう。これでもハヤトは多分死ぬと思います。ハヤトは死にましたね。そうなるとカイをちょっとレベリングしておくか。こんな感じでね結構消耗しちゃうんですよね。ミスの打ち合いが何なんだって感じだけど、やられた。カイもやられた。ちょっとアムラをこのまま直進しましょう。もう雑魚キャラに構ってるとどんどん消耗しちゃうので、またここでメガ流昇ですね。この繰り返しをしつつ、まあ、ビグザムの元まで9つのマップを突破していくっていう感じになります。でまあ、ガンダムは移動力を、まあ、チューニングで上げているんですけども、これはですね、敵との交戦をできるだけ減らして、ビグザムのものにいかに早く、エネルギー、マガジンを残してたどり着かせるかっていうのをちょっと攻略のポイントに据えたものになります。なので、まあ、今みたいにですね、ドームが正面に立ち下がってるようなケースはもう倒していくしかないんですけども、カイやハヤタを倒したザクなんかはですね、もう、放置していくっていうね、まあ、そういう戦術になります。ね、もうどん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 前に進んでいきましょう。こういうザクもですね、もう置き去りにしていきます。まあ、ただこの戦法もどうしてもね、立ち塞がれるケースがあるので、こういうケースですね。ここはもう倒していくしかない。マガジンも温存したいなという思いはあるんですけど、ビグザムにはですね、このビームライフルが通用しないので、まあ、ダメージを受けたくないようなシーンでは、積極的にライフルも使っていきます。
ね、こういうのがいるんですよね。もう格闘が効かないとき。これの見極め方がわからない。まあそもそも見極められるのかというのもあるんですけど、まあ、そういうところもあって、どうしても消耗ね、してしまうっていうところはありますよね。クライフを使いましょう。そしてまたビッグダムでこのメガリッシュを出ます。ではこの要領でちょっとビッグダムの元までたどり着きたいと思います。さあマガジンがありましたのでちょっと弾を補給します。これでちょっとは楽になるかなと思ったら敵が現れやがった。しかもだ、このザクが格闘が効かないザクだった。構わずに逃げればよかったな。逃げましょう。ちょっとね、ザクに構ってる暇はないというところですね。食らった。いや、かわしてくれた。危なかったな。もう半分以上消耗してるので、これ以上の消耗をしてビグザム戦に入りたくないところなんですけどね。かわされた。ただお互いにかわし合うという。しかもまたここで効かないやつか。ちょっとアイテムでマガジン回復して目の前の敵をまずは葬り去りましょう。邪魔だという感じですね。まあそこでマガジンでビームライフルの残弾を回復できたので、こっから残りの移動マップ数が多くないので、もうライフルは構わず使っていきましょう。何かわされた。地味に痛いからな。まあ最低でも200は残しておきたいかなというですね。エネルギー残り200残してビグザムの元にたどり着きたい。200はちょっとギリギリっていうところですね。201で、このビグザムの元にたどり着きました。さあではビグザムとの決戦に挑みましょう。まずこの状態で拡散メガ粒子砲ですね、これ撃ってくるので、これエリアにいるともう問答無用で一撃死します。でこの状態になると、あの先ほどご覧いただいた普通のメガ粒子を撃ってきますね。これ食らうとね死にますので、食らわないようにしつつ、これダメージ数字は出てないんですけども通っているので、このまま攻撃をしていきます。これね、ちょっとヒヤッとするんですよね。食らってんのかなと思うんですけど、これはね、食らってない状態です。なんかよくわからないんですけどね。で、格闘を入れて、これもね、食らってないんですよね。かすってるように見えてるんですけどね。これですね、このマップではこれ食らってない判定なんですけど、このマップ以前で今みたいな状態のかすりを食らうとゲームオーバーになりますね。ビグザムの、まあ、コンセプト的にはこう要塞兵器というかね、その対要塞用の決戦兵器っていう位置づけだったと思うんですけど、限界の稼働時間が5分とか10分とか、まあ、極端に短かった設定だと思うんですけど、
ここではね、それなりに動き回ってくるんですよね。ちなみにギレンの野望とかで出てくるこのビグザムは極端に移動が、まあ、弱いというか小さかったりしますよね。赤いのね。なんでこれはもう正面に入らなければビグザムの攻撃は受けないで済むので、この場は攻撃を当て続けます。そしてスレッカーさんでビグザムの特攻です。はい、というわけで、まあ、ちょっと使い物になってないハヤトと頑張ったけど撃破されたカイを使ってですね、アムロは無事ビグザムの元にたどり着いて、最後はスレッカーさんが特攻をかけてドズルのビグザムを撃破しました。では今回はここまでにさせていただいて、いよいよクライマックスに近づいてますけども、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。